毎度なじみルテのチャンネル旅の道草斎谷です。ここはですね、神戸市東灘区六甲アイランド、ここにですね唯一走ってる鉄道がございまして、これがなんとですね新交通システム自動運転がですね、今鉄道の自動運転が取り沙汰されていましてですね、話題になっておりますが、それをですねはるか30年前、本当にですね、黎明とも言われる鉄道がございまして、六甲ライナーというふうに申し上げます。この神戸市というのはですね、実は別路線にポートライナーという路線がございまして、これが日本初のですね、要は新交通システム自動運転を達成したと言われてまして、これがもうですね1981年でございますので、およそ40年前にはですねもう達成していたということでございまして、その自動運転の黎明期を担ってましたですね新交通システム、これに乗車していきたいなと思います。なんとですね六甲ライナーも開業は1990年でございまして、なんとゆりかもめよりも早いということでございますので、そこのですねご紹介という形でよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ここが神戸新交通株式会社六甲島検査場となってましてですね、ここでですね列車の自動運転の安全管理運行等がですねきちっと行われているという場所になりましてですね、ここがもうこの六甲ライナーの実は中枢ということになります。なのでですねちゃんとですねこういったフェンス、そしてセンサー等で守られてまして、しっかりとですね厳重にですね立ち入りができないように管理されていますね。あちらにございますのが六甲ライナーのですね一線型、これがですねデビューした30年前にデビューした車両になります。まだ現役なんですね。相当ですね年季入った車両でしょう。もう旧車の部類でレトロ感満載になりますが、意外とですね古さを感じさせないですね斬新なデザインになってますね。そしてちょっと影になって見にくいんですけれども、その車庫の中にですね新しくデビューいたしました3000型というこの車両が2編成入ってございましてですね、これが今後主力になっていくだろうということです。こちらのですね一線系がそろそろもう引退をしていくという形になりますね。世代交代が始まっています。さてここがですね始発駅のですね最南端マリンパーク駅になります。ここからですね住吉駅まで乗っていきたいなというふうに思いますので、どうぞよろしく。なんか住宅地だらけで何にもないかなと思ってたんですけども、意外にこういった施設あるんですね。プールがあったりとか、フットサル場があったりとか、レジャー施設って意外と充実してるんですね。もう初めて来たんでちょっとねここも分かんないんですけども、ともいう感じでございます。さて改札を通ってホームにちょうど列車が出ていきました。これは3000系という新しい車両みたいです。前型の1000系はさすがに開業から30年使われていて、そろそろ引退の時期なんでしょう。なかなか未来的なデザインです。デザイナーは E5 系新幹線トランスイート四季島、サフィール踊り子などをデザインした兼奥山氏。神戸の公共交通機関は緑色がイメージカラー、これを大事にしつつも攻め込んだデザインがいいですね。車内は基本ロングシートですが、一人分の幅が明確なレイアウトになってます。先頭部分は進行方向に向いていて全面展望が楽しめます。窓に目を向けてみて、瞬間曇りガラスと表示されていますが、なんじゃこりゃ。これ後でとんでもないことになるので、それは後のお楽しみに。どういうこと？列車はマリンパーク駅を出発、左手にはアイナック神戸女子プロサッカーチームの練習場です。ワールドカップ女子日本代表を優勝に導いた澤瑞希選手が所属していたチームですね。おー、六甲ライナーは完全無人自動運転です。ゆりかもめよりも早い1990年の開業、レールに相当するコンクリートの軌道上を走ります。脱線しないようにサイドにガイドローラーがついています。駅は東京メトロ南北線のように完全フルスクリーン型のホームドアが設置され、軌道は全線高架のため人が立ち入ることができなくなっています。そのため完全自動運転が実現していますが、常時列車運行を別の指令所でモニターしています。またたまに乗務員訓練のため手動運転も行われているみたいですね。さてここが六甲アイランドの中心的な駅アイランドセンター。さまざまな商業施設的なものを見ることができます。六甲ライナーはアイランドセンター駅を出発し、六甲アイランドの玄関口的な駅アイランド北口に到着です。六甲アイランドは島周囲を港湾施設として整備されています。森みたいなのが見えますが、これが住宅商業ゾーンとの境になっています。アイランド北口を出発すると、島と本州を接続する六甲大橋を通ります。ここからは六甲山系から神戸市の中心地を眺める景色と大阪方面を眺めることができるパノラマを楽しめ、この路線のハイライト区間となってます。すごいすごい。
あれが六甲山です。神戸を象徴する山、標高は931メートル。古くから人との関わりの多い山で、明治期には外国人の別荘地が開発され、日本初のゴルフ場が建設されたのもここなんですね。神戸市は山と海が近く、東西に長く南北が狭い土地、そこに約150万人の人口を要するため、住宅地が山の中腹まで所狭しとひしめき合ってますね。南魚崎です。ここには日本酒の最大手菊正宗白鶴が本社と工場を構えていて、古くから酒造業が盛んです。大変良質な水と急峻な住吉川に設置した水車式精米のおかげで、江戸時代から大変優良な酒を江戸に送っていて、いまだに日本酒の全国生産量の約 20% が神戸で生産されています。ってあれ、いきなり窓が曇ったぞ。全く何も見えん。なんじゃこりゃ。どういうこと。この列車に乗り慣れてないとパニックになりますね。六甲ライナーが建設されるときに大問題となったのが、以前からある住宅地へのプライバシー問題。開業当初から問題視されていましたが、これといった対策ができなかったのです。ですが窓ガラスに特殊加工を施し、電圧を加えることで曇るガラスが開発され、搭載されることとなり解決しました。なので必要のないところでは曇りが解除され、景色を楽しむことができるようになってます。おー、魚崎です。この駅では阪神電車と接続します。この辺り一帯は華麗なる一族の舞台となっている場所。古くからの資産家が多く住んでいましたが、相続税などで土地を売らざるを得ないのでしょうか、マンション開発が進んでしまってますね。地主町であったであろう名残ですが、建物の敷地内に所々生える松の木がおそらくでしょうが、この町の変化を見てきた静かなる生き証人なんではないでしょうか。あと東大に進学する常連校、奈良中、奈良校もここにあります。おー、さて六甲ライナーは終点住吉駅に近づいてきました。南北の交通路が決定的に弱い神戸の中で、それをつなぎ人工島の交通インフラとしてとても重要な鉄道です。わずか 4.5 キロの路線ですが、先進的な技術でもって作られている関西の交通路線、六甲ライナーのご紹介。これを見て一度訪れてみようと思って、実際に行っていただけるととても嬉しい限りです。今回の動画ここまで。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。